ニュースとなってのはこちらです無症状者の外出で感染が広がるということはないんでしょうかとデータとともに見ていきたいと思いますまずは国立感染症研究所などが発表したオミクロン株の場合の無症状者のウイルス排出量これ診断から8日目以降でウイルスの排出はなくなるということがこのデータによってわかりましたでは8日目以前はどうなのかというところこちらですはいまず ゼロから五日目までは無症状者の方ですよ。五十六点三パーセントの方が、えー、ウイルスを排出していたと。とで、同じく六日目、七日目は十五点四パーセント。先ほど申した通り、八日目以降ではもうウイルスは出さないということになっております。そこで、政府が検討しているのがこちらです。はい。えー 無症状者の方の待機期間を今、7日なんですが5日間にしましょうとちょっと短くしますとさらに感染対策を講じた上での買い出しなど外に出ることも可能ですとただ、松尾さんこの5日間の待機期間で無症状であれば外に出てもいいですよということなんですけれどももう回こっっちていただ、いいてはただ5日目までは56.3%半分以上の方がまだウイルスを排出している。つまり 感染させる可能性があるということになっていますまあ、そこを踏まえた上ででも外出してもいいですよというお話です、うん、あの感染が高止まりしている中では検討すべきことなのかもしれないですけれどもあの例えば自分がそういう状況になった時に外出した際に何か自覚を持って気をつけるべきことがありそうですよね,ね大事な点ですよね、えー、伺いました感染制御学がご専門順天堂大学大学院の堀教授ですはい。 えー、他人に感染させるかもという自覚を持って行動してください、まあ、それはおっしゃる通りだと思います皆さんもお分かりだと思います堀先生、感染の多くは会話などによる飛沫感染ですよということを指摘された上ででは、買い物も、ね。も 行かなきゃいけないということで買い物などに行く場合どうしたらいいかというのを教えてくださいましたこちらですはい、えー、当然マスクは常時着用してください会話は必要最低限でお願いしますとまた、えー、短時間で直行直帰ね最短距離を言ってくださいっていうのもま常識の範疇かなというふうに思いますまた移動に交通機関使わなければという方も中にはいるかもしれませんけれどもなるべくそれは、えー、というかま使わないでくださいとやはり密室になる可能性が高いということでこういうところをおっしゃいます、えー、ただこの対策を取れば 人に感染ささせるリスクは低いといいととうことも指摘されていますちなみにレジでカードでお願いしますなど一言伝える程度であればマスクをしていればこれは松尾さん問題ないと先生は言ってくださっています。